1920年代の TRF 受信機高周波、同調受信機とは、いくつかの高周波同調増幅回路と検波回路と音響信号増幅回路という構成の受信機。3段の TRF 受信機は、RF 段、検波段、音響増幅段からなる。一般に検波段を駆動するには、2つか3つの RF 増幅機で同調及び増幅する必要がある。 検波団は直接 RF 信号を情報に変換し音響増幅団は情報信号を利用可能なレベルにする。20世紀初期にはよく使われていたが各団でそれぞれ個別に壺の周波数に同調させる必要があり操作が難しいという問題があった。副同調とも その後、エドウィン・アームストロングが発明した、スーパーヘテロダイン受信機にとって変わられていった。TRF 受信機については1916年、アーンスト・アレキ・サンダーソンが特許を取得している。彼の考え方は、干渉信号を低減させつつ核弾が、望みの信号を増幅するというものであった。最終弾は単純なグリッドリーク検破機となっていることが多かった。 高周波同調という用語の意義は、スーパーヘテロダイン受信機と比較するとわかりやすい。高周波同調受信機は、受信周波数そのままで同調を行うが、スーパーヘテロダイン受信機では、中間周波数に変換した後で同調する。今日でも、趣味でラジオを作る場合は TRF 受信機である、ことが多く、単弾のものも複数弾のものもある。 TRF 受信機の問題点は、電極間の規制容量によって発信したり、LC 回路の特性が変化してしまう点である。1922年、ルイス・アラン・ヘーゼル・タインは、ニュートロダイン回路を発明した。これは、名前が示す通り、電極間規制容量を中和するものだった。古い TRF 受信機は、その形状でそれとわかるものが多い。 一般に横長で、高さはそれほどなく、跳ね上げ式の蓋を開けると、内部の真空管や LC 回路にアクセスできる。全面パネルには2つから3つの大きなダイヤルがあり、それぞれが1つの段を制御する。内部にはいくつかの真空管と大きなコイルがある。コイルの磁場が相互に影響を与えないよう、若干傾けて配置されることがある。TRF 受信機には、 以下に挙げる三つの欠点がある。一つ目の欠点は、入力周波数の範囲が広いとき、ある中心周波数に同調させたときの帯域幅が一定でない点である。この現象をスキンエフェクトという。高周波では、電流は、胴体の表面付近を流れる。したがって、周波数が高いほど有効範囲が小さくなり、抵抗が大きくなる。すると、 タンク回路の窮地は周波数が変化しても一定を保つことになり結果として帯域幅が周波数とともに大きくなる結果として周波数によってフィルタ回路の選択性能が変化するしたがって受信周波数帯の低い方で帯域幅を調整すると高い周波数では渾身状態になる可能性がある二つ目の欠点は 複数の RF 増幅回路を同じ中心周波数に同調させなければならないため安定性が悪い点である。高周波での多段増幅は発信しやすい。これを防ぐには各増幅回路を微妙に異なる周波数に同調させる。この技法をスタガーチューニングと呼ぶ。三つ目の欠点は周波数帯域が広いと周波数によって利得が一定しない点である。 これは RF 増幅機の LC 回路の LC 比が一応でないためである。ありがとうございます。